にちは、ポンポミユリです。今回はこちらジョンソン&ジョンソンのベビーオイルを紹介したいと思います。もうね、皆さんジョンソンベビーオイルっていうのはね、知ってる方がたくさんいるんじゃないかなって思うんですけども、こちらのジョンソンベビーオイルはデリケートな赤ちゃんの肌のために作られたもので、生まれたその日から使える低刺激処方になっております。なので肌が弱い方でも使うことができると思います。赤ちゃんのために作られたものなんですけども、実は大人の美容にも役立つんですよね。使い方がなんと14通りもあるみたいなんですけども、今回はそのうちのスキンケア、ボディ、フット、ヘアケアの4つの、あと頭皮マッサージ、この5つで使えるやり方を紹介していこうと思います。まずスキンケアなんですけども、こちら朝晩の洗顔時に混ぜて使うと肌が突っ張らなくなるんですよね。私もね、たまに洗顔選びに失敗して結構肌が突っ張ってしまったりするものを買ってしまう時があるんですけども、そういう時って皆さんどうしてますか？まずね、新しいものを使うとか、あと我慢して使い続けるっていうことがあると思うんですけども、我慢して使い続けるのって結構ストレスじゃないですか？私もそういう時あるんですけども、なのでそんな時は泡立った洗顔料にジョンソンベビーオイルを 1,2 滴垂らしてまた混ぜ合わせます。 1,2 はい、 1,2 滴ねはい、垂らして混ぜ合わせます。このやり方で洗い上がりが突っ張ることなく気持ちよく洗顔ができます。次はボディとフットを一緒に説明しちゃいたいと思います。入浴後の乾燥が気になるかかとだったりとか、シェービング後のお手入れとしても使えます。使い方は500円玉くらいの量を手に取って、乾燥が気になるところを中心に塗っていきます。そのままね、リンパマッサージもすることができるので血行促進にもつながります。リンパマッサージは足の付け根や膝の裏、そして肘などのリンパ節を優しく揉みほぐすだけで簡単に血行を促進し、体のこりを解消できちゃいます。私はね、肩や首がすごく凝りやすいので、この方法で改善していきたいと思います。そして手のひらや手の甲になじませればハンドケアとしても使えるし、そのまま爪にスリスリすればネイルの保湿ケアとしても使うことができます。次にヘアケアです。乾燥の気になる髪の保湿にも使うことができます。使い方は1円玉くらいの量を手に取って、軽くタオルドライをした後に毛先など特に乾燥が気になる部分に優しくなじませます。その後ドライヤーなどで髪を乾燥させると潤いのある髪に仕上がります。最後に頭皮マッサージでの使い方です。私はね、髪の毛をすごい染めまくってるので、これはめっちゃ気になってたんですけども、やるのは入浴前や入浴時におすすめです。100円玉くらいの量を手に取って、手のひら全体になじませた後、手の甲、指を頭皮に当て、頭皮全体を揉みほぐすように優しくマッサージをします。この時爪を立てないように気をつけてください。こうすることで頭皮の血行を促進し、健康的な頭皮状態にしてくれるので、豊かな髪を育んでくれます。どうでしたでしょうか？私もね、知らなかった情報とかもあってすごくためになりました。そして今なら動画内でも使用しているこちらのキティちゃんのコラボ限定ボトルが発売中です。数量限定のためなくなり次第終了となってしまうので、お早めに手に入れてください。この他にもいろんな方法で使えるので、ぜひ試してみてください。最後まで見てくれてありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。